ストプリ検証企画、イエーイ。ということでですね、コロンの出番がやってまいりました。今日やる検証はストプリの歌詞だけで会話成立するのかということで、まあドッキリにもなるのかな。そう、ターゲットはルート君に仕掛けていきたいなと思います。まあ僕がね、パソコンのちょっと調子が悪いから設定してよみたいなやつで、ディスコに呼び出そうかなと思うわけなんですけれども、その会話の中で、ストプリの歌詞をどんどん言ってきます。ていうか、もうストプリの歌詞だけでなんか会話するんじゃないかなぐらいのやつでやっていくので、ルート君はそれに気づくのかどうかということで、いや気づかないんじゃない普通に僕も巧みな技術を使ってトーク力とねをやるから、まあまあまあルート君は鈍感だからさそれでは早速やっていきましょう。あー待って無理だわ、はいはい、しんどいしんどいわ。パソコンが大丈夫ですか？応援して、いつだって応援してほしい僕のこと。いや応援、あれっすよね、画面共有してください。ちょっとじゃあ待って、無理しんどいしんどい、ちょっと今しんどいわ。音取れないんですよね。電波悪いな。電波悪い。あちょっと曖昧だね、曖昧曖昧。ちょっと団結力がやっぱ足りないわ。団結力がやっぱ足りないから、ちょっとパソコンよくないな、これよくないです。だから僕が直すんですよ。もっと幸せになってほしいわ。僕が直すんです。いや本当にルート君にはね、もっと幸せになってほしいから、ま、いや僕はコロちゃんのパソコンを直せたら幸せなんで、最高に乗ってんねそれ最高に乗ってんね。何言ってるんですか。とりあえず画面共有してください。教えるんで設定を。いやちょっと365日さ稼働してるから多分無理だと思うんだよね。365日も稼働してないですえ何言ってんですか。まあ、早く画面共有してください。おいでおいで、うちおいで。どこに行っていいんですか。行きますよ。じゃあ行きますよ。待って無理しんどい、待って無理しんどい。なんか笑ってんのに涙出てきた。何なんですか本当に笑ってるのに、パソコン直してほしいんじゃないんですか。笑ってるのに涙出てきた。笑いすぎなんです。笑っても涙出てきそう。なんで情緒不安定ですか。おかえりって言ってほしい。おかえりって。なんで帰ってきたんですか。どこおかえり、どこも出かけてないですよね。もう本当に落ちそうだってパソコン、このままじゃ。だから直すって言ってるんですよ。画面共有してください。ない隠したでしょ、ルート君が隠した。何画面共有のボタンを じゃあ僕 LINE かけてもビデオ通話で映してください。君が隠したってそれ。ハートどこに。もっとさ恋してこ、ルート君。だからだよ、だから画面共有出てこない。だから何。いやだから何いやルート君の I love you の気持ちが足りなすぎて画面共有出ないんだってこれ。あ、いけそう。ゴーしてください。じゃ画面共有。やばゴーゴークレイジーするわこれ。ちょっと待ってゴーゴークレイジーする。ちょっと待ってね、画面ゴーゴーしてください。お願いします。画面ゴーゴークレイジーしちゃうよ。うん、画面ゴーゴークレイジー。あ、来ましたこのまま時止まんないからな画面止まんないなこれどうしようえ、パソコンおかしくなってないんですか。いやおかしまあ悩んだって進まないよそんなことね、いちいちね怒ってたら。悩んだって進まないし、ハリハリ心に火をつけちゃおうぜ何歌詞読んでるんですか。ふざけてますよね。君のもとへいざダイビングするよ。もう分かりました、分かったハリハリラブは分かりました、いつだって空回り。ダメの連続だからさ。最初から歌詞読んでるのは分かってたんですけど。え嘘。何してパソコンはおかしくなってないんですか。僕の決めるぜ Go my way
じゃあ何を決めるんですか。いやここから紡ぐんだよ。もう分かった分かった分かったから。ここから紡ぐ。カーテンコールは未来のパレードの合図。じゃあ、まあ、とりあえずまた連絡するわ。はとりあえずまた連絡する。じゃあ、まあ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 、まあ、パソコンは、まあ、あ今おかげで直った応援してくれたから。おかしくなったってさっき言ってたじゃないですか。ルート君がいつだって。何何何、おかえりまたね。ありがとうございました。